イメラジオ第2557回、今日は令和2年12月27日日曜日の正午です。横浜港北、晴れた日曜日、空はブルースカイ、穏やかな冬の日、窓を開けての放送です。日曜日のお昼お話しするのは、日本史古代藤原の中麻呂の乱。今回の夢ラジオでは恵美の推し活の乱と言っておきましょう。恵美の推し活という名前に変わったんですね。ただし、高校日本史では藤原の中麻呂の乱と出てくると思います。奈良時代を特徴づける事件としては、737年の疫病の流行。この疫病で朝廷で力を持っていた藤原四兄弟が全員亡くなり、その後立花の師直という人が権力の空白を埋めた。立花氏が台頭してきました。吉備の真備、玄亡といったような、その学者さんを重用しましたね。で、立花の師直、息子が立花の奈良麻呂。一方、藤原氏も4兄弟すべて倒れたとはいえ、ムチマロっていう男家の人がいました。このムチマロは疫病で亡くなったんですけど、その息子さんで豊成って人がいて、この豊成右大臣で、さっきの立花の師直左大臣、ですから南家が一歩リードしていたわけです、藤原氏の中では。で、この立花の師直と藤原の豊成、うまく聖武天皇を補佐していたようです。で、今回の主人公、藤原の中麻呂、後に恵美の推し活、彼は南家の豊成長男、その下次男だったんですね。ですから何も野心持たなければ悠々自適の人生だったんですけど、師直も、あるいは兄の豊成も全部すっ飛ばして、自分が頂点に立とうと思った中麻呂さんです。で、聖武天皇、妻が光明氏、光明皇太后で、この光明皇太后っていうのは藤原四兄弟の妹にあたり、ですから南家の長男豊成、次男中麻呂からしてみれば、聖武天皇の妻である光明氏、これは叔母にあたります。そして、この光明皇太后とこの中麻呂は非常に仲が良かったようですね。叔母、甥の関係で。ですから、これはという人物にはしっかりと可愛がってもらえる、そういう力のあった中麻呂ですよ。聖武天皇とこの光明皇太后との間には男子が2人ほどできても亡くなり、そして安倍内親王で、この安倍内親王が後の昭憲天皇、初の女性皇太子、そして初のではありませんが女性天皇となりました。
男の子がいなかった生母系にね。で、藤原の中麻呂なんですが、この功名皇太后からのサポートをバックに、まあ朝廷でどんどんのし上がり、そして立花の奈良麻呂の乱という乱が起きました。諸への息子です。で、この奈良麻呂の乱は鎮圧されるんですが、まあ、それと同時に父親の諸へも失脚、そしてもうそれと同時にですよね、兄の豊成も失脚させて、この藤原の藤原の中麻呂がですね、朝廷のトップに立つ後見天皇はほとんど力がなかった。母親の光明皇太后が実権を握っていたんですね。聖武天皇はもう大仏作ろうというそれにもうかかりっきりで、実際の政務は光明皇太后で、その光明皇太后をバックとし、中麻呂が力を発揮していった。後見天皇は中麻呂から見ればいとこにあたるわけです。そしてこの後見天皇と中麻呂、そしてその後見天皇のお母さんの光明氏と中麻呂、どっちも非常に仲良かったんですよ。お母さんとも娘さんとも。で、その娘さんとはいとこですよ。で、後見天皇が上皇となり、順仁天皇に譲位しました。そしてこの順仁天皇は藤原の中麻呂が、まあ、担ぎ出したようなもので、ですから順仁天皇の時代に藤原の中麻呂の権力は絶頂を迎えます。もう藤原の北家式家京家は問題にならず、他氏も視野に入ってこない。まさに独裁っぽかったわけですね。やがて後見天皇譲位して後見上皇ですが、この後見上皇と藤原の中麻呂、仲は良かったんですけど、一時期の間にきしみが生じ始めます。中麻呂の支えてくれていた光明皇太后が亡くなったんですね。で、光明皇太后存命の時は、その娘である光見天皇あるいは光見上皇は何も言えなかったんですけど、母親いなくなって、そしてその母親のサポートしていた中麻呂、これももう邪魔だと。しかも光見上皇が自ら国の大事にあたると。で、順仁天皇、あなたはね、小事に関わっていなさいというに及び、まあ順仁天皇と藤原中麻呂、この頃にはもう恵美の推し活という名を順仁天皇からもらっていました。恵美の推し活にしてみれば、もう侮辱者だったわけですね、この光見上皇の言葉は。つまり順仁天皇もその下にいる中麻呂も、まあしょうもないことだけやってりゃいいと、一番大事なことは上皇である私が決めると、母親はもういないと、トップは私だと。とはいえですね、政治の実権は中麻呂にあり、順仁天皇はあくまでも傀儡、そして政治の実権を持ってるってことは軍事指揮権持ってるというわけで、まあ上皇がいかに吠えてもですね、中麻呂としては、ああそうでございますかみたいな。けれど、この後見上皇と藤原の中麻呂との対立が決定的なものとなり、やがてその上皇側がですね、もう中麻呂を排除しようという動き出るに及び、
仲間らも武力行使を決意します。そしてさっきお話したように軍事指揮権は仲間らにありますから、もう戦いにはならない。仲間の断然有利のはずだったんですよ。これが764年の藤原の仲麻呂の乱だから、後見上皇はもう上皇もやめてもらおうみたいな、仲麻呂はそれぐらい思っていたでしょう。その仲麻呂、蝦夷推し活ですが、彼が軍事指揮権を持っているとはいえ、その軍事指揮権は別に仲麻呂だから持ってるんじゃなくて、順仁天皇だからなんですよ。天皇に権力が集中していましたから。そしてその天皇に集中していた権力ですね、その意を借りて仲麻呂が、政治や軍事で力を発揮していた。しかも当時は上皇というのは律令において天皇と同等、または天皇よりも上と見られていましたから、権威の上では後見上皇も侮れない存在ではあった。権威の上ではですよ。そしてその後見上皇がかつて蝦夷推し活によって朝廷を追われた吉備真備や玄牟、彼らを左遷の地位から呼び戻して武練とし、なんとか蝦夷推し活を打ち倒す方法はないか。この時権力は天皇にあると言いましたが、その天皇が勅書に押すハンコですね、このハンコを奪えば、このハンコを奪えば、そしてその勅書にそのハンコを使って命令を出せば、上皇様の命令にも従うことでしょう。この助言があったんですね。これは盲点をついたというか、官僚制度の今でもそうかもしれないけど、やはりハンコっていうのは重要なんですね、日本社会では。そしてなんと順仁天皇のもとにあった天皇のハンコですね、御名御璽の、あれを取っちゃったんですね、その後見上皇側が。そしてその計画通り、そのハンコ使って上皇としての勅書をバンバン出して、藤原の仲麻呂に味方するなとね、上皇のもとに集まれと言い始めたもんだから、ここで形勢が一気に逆転しました。圧倒的に政治でも軍事でも有利だった仲麻呂、蝦夷推し活がですね、もう数日の戦いで敗れ去った。この後順仁天皇も淡路に流され、そして後見上皇が再び長宗というか長宗して聖徳天皇になる、そして道教を重んじたという話は前にしましたね。ですから後見天皇、そして聖徳天皇の間に挟まれた順仁天皇、この順仁天皇はですね、以前の回でも話したように、聖武系の男子として長部親王が誕生した、そして長部親王が成長しているということで、この聖武系ではない順仁天皇、順仁天皇は天武系であっても聖武の直系ではないわけですよ。これが邪魔になったということもありますが、後見天皇にとってね、順仁が邪魔になったということもあるけど、それより何よりこの蝦夷推し活の乱で、蝦夷推し活は順仁天皇の第一の部下だったわけで、連座して順仁天皇あんたも島流しですと。日本史において三種の神器はともかくですね、この御名御璽の
印鑑でもってことが決するっていうのは、この恵美の死活の乱が唯一じゃないでしょうか。いずれにせよ、なんていうか、頭脳プレーで高賢上皇勝利で、吉備の真備ももうこの時いい年だったんですけど、まあ頑張りましたね。軍事の差配までやったみたいですよ。764年、恵美の死活の乱、藤原の仲間の乱と教科書には書いてあります。これによって、また聖徳天皇の彫塑、そしてその後結局天皇の掌統は聖武系どころか天武系でもなく天智系の桓武天皇へと移っていくことになります。夢ラジオ第2557回、今回は恵美の死活の乱お話ししました。日曜日のお昼です。